リッキンソニア化石標本生態復元創造図。リッキンソニアは、先カンブリア時代エディアから木に海中に生息していた生物の一種である。オーストラリアで発見された、いわゆるエディアから生物群の代表的なもの。約6億年前に生息していた。最大1.2メートルにもなるエディアから木最大の生物である。体は、扁平な形をしており、1メートル近い平面的な、 広がりに比べて、化石の厚みは3ミリメートル程度しかない。全体は、楕円形、放射状に、周囲から中央に向かって、多数の溝があり、上から見ると前後方向に、多数の幅の狭い大切に分かれているように見えるが、それらは、中央で融合しており、分節しない、縦長な部分を残す。大陸の周囲にできた比較的、浅い暖かい海で生息していたと考えられている。 化石の周囲にはその外形が海底に刻印として残っている例があり、海底をゆっくり漂流するか、またははうように移動していたと考えられている。この生物の正体が何かについて、生態栄養について、各国で現在も論議が続いているが、現在まで一致した見解を得ていない。それぞれの国の古生物学の権威が、それぞれの国で異なる主張している。 おおよそは、原生の動物の祖先と見るか、全く異なった生物とみなすかの二つに分かれる。前者の代表として、アメリカの古生物学者、ピーター・ウォードは、そのシワを大切とみなして、この動物を初期の関係動物と判断し、おそらくシワの隙間にイボ足があり、シワの間には消化管の分子が入り込んでいたとする復元像を提示している。他方、 後者の代表的な論者であるドイツの古生物学者、アドルフ・ザイラッハーは、このシワが中央で繋がっていることなどからこれを大切ではないと考え、他のエリアから生物群と共に、それらは平面を細かく仕切った気泡干渉剤のような作りであり、現生の生物のどれとも異なるものと判断し、1984年、それらを束ねたタクソンを提案して、ベンドーバインタの名を与え、 その階層名として、キングダム・ベンディソアを提案した。彼によればこれらの生物は細胞に分かれておらず、おそらくは多角体で、また口がないことから、体表から栄養を吸収するか、あるいは光合成によって生活していたのではないかという。現在では、海流ルートのわずかな変化や数度の気温変化で、異常気象と言われる事態を引き起こす可能性があるとされるが、 リッキンソニアをはじめとするエディアから生物群が生息していた約6億年前の地球は多くの点で現在の地球と性質をことにしていた。ほとんど全ての大陸が赤道付近に集まっていた時期があったとされ、かつ当時の赤道付近では平均気温が摂氏60度近い時期があったとされる。このことから生態、栄養に関して、 現在とは大きく異なる地球環境の中で進化した生物群の一つである可能性を指摘する向きもある。また、オーストラリアの古生物学者、グレゴリー・リタラックによって2013年に提唱された全く新しい解釈では、本種はそもそも海中生物ではなく、陸上に着生していた地類のような微生物のコロニーであったという。他方、 オーストラリア国立大学などの研究チームは本種の化石の内容物を分析してコレステロールの分子を発見しサイエンス英語版2018年9月20日号で発表した。同チーム所属の進化生物学者ヨハヘンブロックスはこの新知見を論拠として本種が現在知られている地球上で最古の動物であるとの見解も示した。ありがとうございます。